誕生20周年を迎えたぷよぷよ。任天堂 DS 版に続き、任天堂 3DS 版、PSP 版、Wii 版がついに登場。その全貌をご紹介しよう。こんにちは、ぷよぷよ大好き、なっちこと野田愛沙です。皆さんこんにちは、ぷよぷよプロデューサーの細山瑞希です。好評発売中、任天堂 DS 版ぷよぷよに引き続き、12月15日にいよいよ任天堂 3DS、PSP、Wii 版が発売ということで、今日は皆さんにぷよぷよの魅力をたっぷりお届けしちゃいます。それではいきますよ。4機種揃ったシリーズ最新作ぷよぷよの魅力を大紹介。 Wii 版ぷよぷよ。まずは Wii 版ぷよぷよです。細山田さん、 Wii 版の魅力は何ですか？はい、 Wii 版ぷよぷよは今回16対9の画面サイズに対応しています。リビングの大画面テレビを隅々まで使った大迫力の対戦が楽しめます。うわー、大迫力。4人で対戦できるなら、私はパパとママと弟の4人で対戦しようかな。さらに、リモコンぷよぷよや一緒にぷよぷよ、 Wi-Fi コネクションを使って全国のプレイヤーと対戦することもできます。年末年始は家族、友達、みんな集まって、そして全国のプレイヤーとも一緒にぷよぷよ対戦をしましょう。 PSP 版ぷよぷよ。続いては PSP 版ぷよぷよです。PSP 版のぷよぷよでは、1台の PSP で2人対戦ができます。1台で2人対戦ってどうやるんですか？では実際に対戦してみましょう。うわー、こういうプレイの仕方は初めて。もちろんアドホック通信を使えば最大4人対戦も可能。一緒にぷよぷよも収録しています。ゲームシェアリング機能により、ソフト1本あれば PSP 本体を持ち寄ってみんなで対戦を楽しむことができます。他には他には？はい、今回 PSP 版ではデータインストール機能にも対応しました。なるほど、どんどん進化していますね。どれを買おうかな。まだまだ終わっていませんよ。続いてはこちら、 Nintendo 3DS 版ぷよぷよ。3DS でぷよぷよ？わあ、どうなるの？どうなるの？ Nintendo 3DS 版では奥行きのある 3D の世界でぷよぷよを楽しむことができます。そして本体に付属しているカメラを使った新しい遊びにも注目です。カメラで撮影した写真を自分のフィールド背景にしたり、5色のぷよぷよをカメラで撮影した写真に引き換えてマイぷよとしてプレイすることもできます。わあ、私がぷよぷよの世界に入っちゃったみたい。友達とマイぷよの交換やワンカートリッジ8人対戦、インターネット対戦もできるので、いろんな楽しみ方もできます。早くみんなとマイぷよ交換したいな。ぷよぷよ新作の魅力はまだまだあります。では一挙にご紹介しましょう。はいはい、それではご紹介しましょう。 Nintendo 3DS 版、 PSP 版、 Wii 版のストーリーでは漫才デモがフルボイスに。もちろんぷよぷよ2やぷよぷよ3、ぷよぷよフィーバーなどを含む新旧15種類以上のルール、24名のキャラクター、それぞれに用意されたストーリーなど、ぷよぷよの20年分ひとまとめの内容になっています。さらに Nintendo 3DS 版、 PSP 版、 Wii 版をお店で予約すると、数量限定で予約特典ぷよぷよアニバーサリーサウンドコレクションをプレゼント。新しいから懐かしいまで数々の名曲をここでしか聴くことのできないノンストップミックスバージョンで収録。アルル、アミティ、リンゴ、ピッチによるぷよぷよの歌も見逃せません。そしてさらにダブルチャンス、予約特典ぷよぷよアニバーサリーサウンドコレクションの中に封入されている応募券をハガキに貼って送ると、抽選で240名様にぷよぷよレアアイテムが当たるキャンペーンも実施。さらに Nintendo 3DS 版では限定版をご用意しました。その名もぷよぷよアニバーサリーピンズコレクション。隠しキャラクターを含む全41種類の豪華ピンズとソフトがセット。 Nintendo DS、 Nintendo 3DS、 PSP、 Wii と4機種揃った20周年記念作のぷよぷよ、あなたはどのハードで遊びますか？
ぷよぷよ Nintendo 3DS PSP Wii 版は2011年12月15日発売。年末年始はぷよぷよで決まり。